パリ五輪レスリング男子グレコローマン130キロ級、決勝、6日、シャンドマルスアリーナ。写真、神々しい一瞬、号泣するコーチを抱きしめる41歳のレジェンド。キューバの41歳、ミハイン・ロペスが前人未到の五輪5連覇を成し遂げた。チリのアコスタ・フェルナンデスとの対戦。第1ピリオド、相手を回転させるなどして3点を先取。 第2ピリオドも相手を寄せつけずに3点を追加した。圧倒的な強さを示し、右腕を突き上げた。ロペスは最重量級のレジェンドで、東京五輪で4連覇。引退せず復活し、パリ五輪でも頂点に立った。驚異的な強さに、中継の解説を務めた長谷川航平氏は第1ピリオド後、ほとんど疲れを見せない様子のロペスに、どういうことなんですかね。 疲れてなないですねと驚きを隠せなかった試合後はシューズをマットの中心に置き引退の思いを示すと客席から大歓声冒険するコーチを抱きかかえて退場するロペスに実況はとてつもない記録を打ち立てマットに別れを告げますと伝えた